はい、次はダブルルーレットになります。でルーレット先ほどやった、こっち回転から今度は反対の足の反対回転もやります。先ほどあの左右で回転してきて、で2回目のタッチは次は右左で回転していきます。これでこの2人を抜いていくっていうような技です。この DVD でも最後の技になりますが、このダブルルーレットで、2人を抜いていく試合で、これができたらもう観客もわーっともう盛り上がるようなプレーになりますし、実際これがあのできるようになるともう子どもたちもすごく自信がつくんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。ちょっとじゃあ実際にやってみます。ドリブルしてルーレット、そして最後ルーレットした後にすぐインアウトっていう風なことで流れで抜けていければなと思います。ではもう一度やります。ドリブルして左右右左、そしてアウトで抜くと、このような流れでやってみてください。